15枚でーす。アニーとホマレのチュルチュルランド。チュルチュルランドとは、天然パーマ協会会長アニーと副会長ホマレのテンパな2人がお送りするラジオです。この番組はミュージックフォーユアライフサードウェーブの提供でお送りします。はい、改めましてこんばんは、会長アニーでございます。こんばんは、副会長ホマレです。はい、すいません、1週間休んじゃいました。いや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 、先週大変でしたよ。いや、なんか理事長と2人でパッと聞いたらなかなかいい感じ仕上がったと聞いてますけど。もう仕上がってましたね。あ、そうか。結構あの、うん、理事長のみゆきさんが、ほうほう、やっぱり会長いないから、うん、僕が暴走を止めない、僕の暴走をね、うん、じゃあもうなんとかみゆきさんの突っ込んで止めないといけないみたいな感じだったんですけど、前半僕調子良かったんですよ。自分で分かってるんですよ、そういうの。調子いい悪いとか、調子良くて、もう受けとか取らずに、うんうんうん、結構前半真面目に言ってたんですよ。あ、なるほど。今までとなんか違うねみたいな。あれ？そしたら後半ぐずってしまって、あ、出ちゃった出ちゃった後半なんか叱られてました。そういうとこだよとか。そうダメなんだよ。初めはじゃあ要は序盤は頑張ってこういつも通りのいつも通りじゃないちょっといいとこ見せようと頑張ったんだけども、後半でガス欠した、ボロボロ出来が剥がれて結局ダメだったガス欠した。そっか。いやいやいや、それがホマルのいいとこだからね。いや、あ、もうボロボロのままでいてほしい。ボロボロのままズタボロの雑巾にいてほしい。今週もね、そういうガス欠の状態で取り組みたいと思います。そうおかしい、それおかしい、はい、ガス欠という言い方おかしい、はい、まあその休んだ理由がねありましてですね、はい、そうですよ。あの私はね、沖縄生まれ沖縄育ちではない大城なんですけど、はい、そうなんですよね、うん、お母さんは愛知県で、親父が沖縄で、うん、生まれ育ちが大阪なんですよ。おお。だからまあ大阪で出会ったみたいなね。なるほどね、大々的に言うとね、はいはい、で、まあ、ずっと大阪にいるんだけど、で俺だけ単身で沖縄に旅行、あ、住んでるもんだから、うん、まあちょっとね、まあ、おかんからすれば息子でございますから、そうだね、様子見に来ようと、うん、まあ、沖縄に来てたんで、まあ私ももうすぐ40でございますから、親孝行できるうちしとかない ということで。お母さんはいくつですか？67とか8とか。あ、でもまだまだ若、うん、若いですね。そう、沖縄の案内に時間を割かせていただこうと思いまして、おラジオ少しお休みいただきました。お、その説はありがとうございました。どうでしたか？どこ連れて行ったんですか？いやね、まあ仕事もね、結局してるからなかなか時間取れなかったけど、うん、おかんも何回も沖縄来てるから特にどこどこってはないらしくて、はいはい、普通に中松商事って知ってる？なんすか？卸屋の専門店みたいなのがあるんだけど、何の総合の、いや、ポークだったりなんかいろんな業務、はいはい、まあ要は飲食店ご用達みたいな店があるわけ、はいはい、丸中商会みたいなね、はいはい、のあるわけよ。そこに行きたいと。なるほど、うん、ポークを、ポークはチューリップとか、ね、あるでしょ、スパムとか、はいはい、あれをクソほど買いたいということで毎回来たら行くんだけど、うん、ケースで、2つ凍ってました。マジか、うん、送る言うて。やばいね。うん、そうそうそう、まあ美味しいもんねあれね、うん、だからそんな感じの案内と、まあ私酒が好きでバーやってますけど、はいはい、これは遺伝のようで、お、毎日飲んでました、夜。マジ？連れ回されて。あ、バーで？うん、連れ回されてね、うん、はいはいはい、バーでも飲んだし、飲みに行っては飲んでみたいな、うん、うん、まあ楽しく過ごしたかな。いいですね、うん、だってさ、一昨日の深夜1時2時ぐらいに、うん、会長から僕電話ありましたからね。テレビ電話。あれ俺じゃないからね。まあ天然パーマ協会のまあ、うんうん、専属の美容師さんがいてですね、茶壇で美容師をやってるターツーさんという方がいるんですが、そ、ね、その方と、うん、その会長、うん、アニーが飲んでて、うん、僕のバーに、そうそうそう、だから自分のバーって意外と公表してなくて場所分かんないんだけど、うん、ターツーさんとはまあ他にも共通の友達がいて、はい、何回もどこだどこだって言われたわけ、はい、いや分かんない分かんないって言ったけど、見つけたって言って肩に入ってきた、うん、うわバレたと思って、俺公平探し回ったって言って、で店来てくれて、そう、なんか2人なんか電話来て飲んでてね、なんか2人でさ、うん、なんか電話しながらさ、そうそう、飲んでるよとか言いながらさ、だからターツさんが、まあ、名前出していいか知らないけど、ターツさんがほんまに寂しいだろ出ましょうって言っていや寂しいから1時ぐらいでやめた方がいいじゃんって言ったら、だからボサボサのテンパのホマレ君出てきましてね、そう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 、しかもビデオ電話だからね、僕がですね、スタジオでずっと楽曲制作してたんですよ今日。そうね、そうね、
もう夜中の2時3時ぐらいまでやってる時にちょうど電話来て、全く、嬉しかったでしょ、嬉しかった、嬉しかった、嬉しかった一応ちょっと寂しかった一応、寂しかったでしょ。いやいいですね、こうたまにねテレビ電話するのいいですよね。しかも最近だったら LINE で無料で電話ができるじゃないですか。だからあの Wi-Fi 環境とかあれ整ってれば何も問題ないからね。すごいっすよね、つなぎっぱなしでもできるから、やろうと思えばね、うん、つなぎっぱなしでずっと電話したりとか、そうね、まあ、テレビ電話もできるわけだから、地球の裏側にいてもつながっちゃうっていうね。そうだね、すごい時代がやってきましたよね。そうだよ、いやいい時代がやってきましたね。いやコメントが入ってます国張さん、あれ、はい、親孝行されたんですね。そうなんですよ、 U18うん、日本対韓国今1対3で負けてます。関連性、話の関連性そうなんだ、今リアルタイムでそう、情報が入ってる、ね、日韓戦 ね、 U18 の日韓戦を見ながらちゃんと僕らのラジオも聞いてくれてる、すごいね、あの聖徳太子みたいな感じですね。本当だね、すごい、聖徳二春さんで、いやいや言いにくいだろ言いにくいね、そうなの、聖徳二春さんの聖徳二春さんということで今日はね、今日はねお送りしたいと思うんですが、大塚健二さんが来てます、はいはい、アット FM ギノワン、愛知の人と沖縄の人が大阪で出会い、テンパーの会長誕生、すみません、いや何をその通りでございます合ってます合ってます、そうですよ、そうですね、そう、お母さんの癖の方が強い、親父も癖毛だけど、あ、テンパーが生まれる理由で、ね、サラブレッドですから僕は、サラブレッド、テンパーとテンパーのサラブレッドですから、ね、サラブレッド、そう、おこのでおかんが来てて飲んだけど、あんたこの髪本当にくせえかって言われたからね、まさか親に疑われるという産んだ、だってだってさ、もうあの見てるはずだよね、産んでそのまま育っていく中でめっちゃテンパーだったんでしょ、分かってるはずなのにね、分かってるはずなのに、改めて私こんな化け物を産んでしまったのかとお母さん思ってたんでしょうね、モンスターだ、うん、お母さんでも基本的にもベリーショートだからね、だから要はテンパーが出ないような設定、はいはい、のかな、すごい、なるほどね、カンドル人みたいになってるよいいね、あ、うん、なんか髪染めてんの、染めてるんじゃない、わかんないけど、そこまでわかんないけど、いいね、そうそうそう、いやお母さん、ファンキーな元気な方ですね、元気なんだけど、まあこの話ちょっとなんだろうね、悲しくなるような話だけど、いや台風21号がね大阪をねドカーン直撃したんですよ、ね、いやマジであれすっごい状況になっててやばかったみたいですね、あの本当にあのやっぱりちょっと失礼な言い方かもしれないけど、はい、やっぱり沖縄って台風慣れしてるところもあると思ってて、うん、その対応があれってできてると思うんだけど、うん、やっぱり大阪とか、ね、俺生まれて大阪ずっといたけどしたことなかったから、で多分今俺いる人もしたことなかったはず、うん、だからゴン箱とかね映像見たら転がりまくってんの、うん、いやゴン箱片付けろやって話、あ、そうだよね、こっちからすればでも向こうの人は何も分かってないから、うん、もうえらいことになってたから、そう、しかもさ、うん、そのニュース見たんですけど、うん、こうあの実況しながら普通に人が歩いてるじゃないですか、うん、そうだからであの傘とか差しながら、であのママチャリでこけてる人とかいるんですよ、うん、だから、ね、いやだからそれは多分ね俺怖いんだけど責任感のがあるって怖いと思うわけ、うん、ピザーラみたいなのバイクも走ってるわけ、うん、それも横になってそのまま風で煽られて倒れてんだよ、うん、その人したいわけ絶対ないと思うわけ、うん、でもこれは行かなきゃいけないと思う、だから俺からすればさバカじゃないって失礼だけどね、うん、思ってしまうじゃん、こんな時に仕事何してると思うけど、そういう人って行きたくないけど行かなきゃっていうので怪我したりするから、だからこれは会社からいやお前来ないとこの日逆に稼ぎ時だよって言われるかもしれないけど、命のが大事だからね、そうだよね、そこはねちょっと本当にこの映像ずっとさ、やっぱ YouTube とかいっぱい流れてるんだけど、ニュースとかでもさ命の危険があるからもう出歩かないでって言ってるのにみんな普通に出るからね、また沖縄に関してはそれ言われたら分かるけど大阪は何がみたいな感じで思った台風来るってことに、まあ、体験したことないからかもしれないですね、だってビルの屋上になんかトタンのお家とかさコンテナとか置いてるとこあったりするけど剥がれてましたね、それをね飛んでくのと剥がれてくのはまあ分かる、まあ分かる、手で押さえてるおっさんがいるわけ、いやいや無理でしょあんたの力でいやマジで笑ったらダメだけど本当いや無理だよとあなたのそうそうそう、でそれ最終的にそれ飛んでってるわけね、うん、俺そのおっさんどうなったと思って見たらおっさんがあーって顔してるわけ、うん、そりゃそうだわお前の手の力でモテるわけねえだろと思って、自然のパワーではその後ちゃんとあの階段降りてったからほっとしたけど、うん、ダメダメ本当ダメダメだよね、自分の力で過信しすぎだから、スーパーマンじゃないからね、だって今回死人も出てますからね、8人ぐらい亡くなってる、9人だから、もうベランダ出てその落ちたりとか、横のさ
マンションとかだったらセパレートしてる部分とか飛んでとか、これだからニュース見てもすごいと思ったけど、今家族の LINE グループが一応あるわけ、はいはい、でそれでみんな話し合ってるんだけど、普通にお母さんの LINE から家の前の、はい、家の前で生協、はい、まあ、要は野菜売りに来るのが倒れてる映像とか、はいはい、兄貴の会社の屋根が全部吹き飛んでるとかね。いやそれは怖いね。ガチ で兄貴が送られてきたのがラウンド1のボーリングが球が下落ちてた。怖っ。あの広告にあるスポッチとかあるじゃん、上に球が転がってたしたり、怖っと思って。なんでまた今台風発生してるんですよ。また来てんの。来てる。やばいね。ちょっとね、自然災害には勝てませんので。台風一過だね。台風一過ですよ。ちょっと僕、うんうん、思ったことがあって、台風一過の一過って何。一時すぎる。家族じゃないよ。台風一ファミリーと思ってる。、うん、なんか台風一過ってよく言うけどね、うんうんうん、なるほどね。はい、台風一過は1すぎるです。はい、なるほどなるほど、うん、一過性の一過です。皆さん台風は一過性の。皆さん気をつけてくださいね。一過です、はい、台風にまた来てますからね。ということで今日はですね、はい、たくさんメールが来ております。ありがとうございます。ありがとうございます。イエイイエイイエイ。ということでですね、うん、次のコーナーに行っていきたいと思います。うん、うん、次のコーナーなの。そう、次のメール、次のコーナーのメール、うん、天然パーマ川柳。はい、今週もやってまいりました大人気コーナー、うん、天然パーマ川柳のコーナーです、うん、こちらはですね、天然パーマの、うん、天然パーマによる天然パーマのための川柳ということで、一応五七五をメインにしながら、うん、天然パーマをテーマにした川柳を考えてもらって、うん、そうね、続けてるよね。そう、これがですね、結構な反響になってきてるよね。反響になってきましたですね。毎週ですね、うん、送ってもらえるんですよ、うん、もういつもありがとうございますということですね。はい、まずはですね、はい、埼玉からお聞きの大塚健二さん、はい、埼玉支部長、埼玉支部長を任しています、うん、ということでメッセージを見たいと思います、うん、会長副会長こんばんは、埼玉支部大塚健二です。はい、早速ですが川柳を、しかも3つ考えてくれてます、うん、ということで、うん、1つ目いきます。はい、誉れさんビールの CM 来るー、自足らず。うまいね、うまいね。うまいねっていうか、誉れをうまく使ってくるね。はいはいはい、まあ、誉れといえばもうこれで季語ですからね。季語なの。誉れという言葉がもう季語ですから、テンパという意味で。あ、なるほどね、なるほどね。そうなんです。実はですね、僕はオリオンビールの新商品の、ね、うん、オリオンドラフトのですね、新商品ビールがあるんですけど、うん、そちらのインスタ、あ、SNS 広告等の動画モデルをさせていただいてですね。かっこいい。あれだ、すげえ。公式のオリオンビールの公式サイトで僕のなんかね、僕がなんか走ってきて飲む、うん、見たオリオンビール飲むっていう、うんうん、なんかコマ撮り動画みたいな。たたたたたたたみたいな。なんかね、あれ今流行りらしくて。そうなの？それが SNS でなんか評判いいらしくて、よかった、ググって出てるので、よかった、オリオンビールの SNS 見ると僕が飲んでますと、うん、いうことで2つ目いきます。はい、赤ちゃんはおそばのことはチュルチュル、どういうこと。字余り。字余りを続けてくる感じで、赤ちゃんはチュルチュル食べようね、チュルチュル食べようね、はい、チュルチュル食べようみたいな。あ、チュルチュル食べようねっていうのって言ったりですね。おっちんしようね、お座ることおっちんしようねとか、クック履こうねとかね。え、うん、なんで子供いないのに分かんの。え、子供、俺まだ子供だし。あ、そうか、うん、そう、そうだ、ね、納得するんだ。うん、って言うからチュルチュルって言うらしいよ。なるほどなるほど、見た目のことを言えば分かると思う。なるほど、うん、大塚健二さん、はい、3句目です。およ、テンパーは愛に一途持論です。なんつってって。なんつってね。いやでもこれはね、そうだと思うよ。絡みついて話しませんから。そうです、そうです、うん、まあ、なかなか、うん、剥がれない、ガムテープの剥がしにくい、ある意味ストーカーになるよね。一歩間違えれば怖くなっちゃうけどね。そうだね、そう、いいこと言いますね。確かに一途ですよ、私家庭。大塚さん、ありがとうございます。放送終わるたびに来週の川柳を考えるのが必死です。いや、もうそれは必死なんだ。楽しく聞いてます。業務命令みたいになってんじゃん。楽しく聞いてます。失礼します。ああ、ということで、うん、今週もありがとうございました、うん、クオリティの高い、ね、すごいね、だいたい3つほど投げてくれますからね、はい、ありがとうございます。ということで次のメッセージいきます、うん、はい、
横田和恵さんから来ております、うん、初めてのメッセージです、うん、ありがとうございます、兄さん、ホマルさん、はじめまして。はじめまして。ホームページに写真が上がったよ。ほう。あ、写真があったよ、はいはい、2人のイケメンがいた。どちらが兄さん、どちらがホマルさん、教えてください。ラジオネームキャンディーです。すいません、名前読んじゃった。そうですね、すいません。ラジオネームキャンディーさんね。キャンディーさんですね、はいはい、ありがとうございます、申し訳ないです。はいはい。で、次のメールしました。届いてるかしら。あ、届いておりますよ。届いてますよ、届いてますよ、キャンディーさん。そっか、どっちもテンパだからね。どっちもテンパだから、どっちがどっちだか分かんないのか。テンパでも、これ川柳、ほんまグズグズやな。これ川柳。これは川柳や。あ、なるほど、はい。じゃあちょっと、じゃあ会長が読んでください、はい、テンパでもイケメンだからいいじゃないか。邪魔り感ある。なるほどね。あ、でもいいですよ、いいですよ。いや、いいっすね、キャンディさん。ホマレはあれだけど、俺なかなかイケメンって言われないからびっくりした。いやいやいや、けどね、これね、難しいね。どっちもメガネかけて、どっちも電波だからね。あ、そうね。なんて言えばいいの、じゃあ。なんて言えば伝わるの。なんて言えば分かりやすくなるの。癖が強い方が会長で。いや、ちょっとそれも人によってはさ、分からん。そうね。うん、癖が強い方が、で、会長です。会長で、うん、癖がちょっと緩い S 字カーブな人が、うん、副会長ですね。ボケたこと言ってるのが副会長です。そうね、まとえたこと言ってるのが会長と思ってます、ね。何のまとえてるってさ、うん、俺が的外してるみたいな言い方して。なかなかいい感じ。ノールックでパス出すから、お前はいつも。あ、ノールック。うん、そこいい言い方してるよ。いいね、ノールック。ノールックパス出すから、いつも。なんかバルセロナみたいな、サッカーの。ということで、はい、僕も考えてきたんですよ。あ、よ。実はですね、うんうん、とっておき考えてきました。お、最近、うん、テンパの日常で気づいたことがあるんですよ。おう。それを句にしてみました。おう。いきます。気づいたよ、手拭かなくても大丈夫。何をおっしゃってるんでしょうか。わかんない。手を洗った時に、手洗っ、最近さ、おう、手洗ってから、おう、トイレで手洗った後に、うん、ティッシュがなくなってたわけ。何を言い出すのかなと思ってるけど、ティッシュがなくなってて、うんうん、あ、どうしようと思ってたら、うん、あれ、もしかしたらと思って、なんかこう髪の毛をこう上げてたんですよ、こう、うん、こうやべえと思って、ちょっと癖強えなって思ってやったら、なんか手がちゃんと拭いた状態になってるっていう。いや、濡れた手を髪にこすりつけたけど話でしょ、うん、そうそうそう。、うん、結構ね、吸い取ってくれる。あ、うん、結構さ、頭がタオル代わりにしてくれるから。あ、そうですか。はい、ぜひぜひ。じゃあよかったね。皆さんもぜひお試しください。あ、エコ活動にもつながります。そう、そういうことね。そうだよ。そう、タオル使わなくていい。そうだよ。エコ活動、ティッシュとか使わなくていいんだから、うん、めちゃくちゃいいんじゃない。いや、俺は汚いんじゃないかな。いや、汚くないでしょ。髪だってワックスつけてんじゃないの、あんた。あ、ワックスつけてない時だった。つけてない時ね、うんうん、つけるときどうすんの。じゃあつけてるときは、うん、ワックスをやった後に触ったらまた手洗う。じゃあダメじゃん。めちゃめちゃエコじゃないよ、それ。で、結局ティッシュで。ティッシュでしょ。結局ティッシュだから、ワックスつけてないときはぜひですね。あ、テンパの方は、はい、うん、っていうことで。なるほど、了解です。来てますね。はい。で、キャンディさんから、はい、ありがとうございます。またメッセージが来てます。ほうほう。リクエストかけてくれたら、うん、毎週聞いちゃうという。ほうほう。これも川柳か。あ、これしちゃ川柳か、すいませんね。そうか、すいませんね。うん、リクエストしたということでですね、ほうほうほう、コカニーさんの悟りっていう曲をほうほうほう、リクエストで流してほしいということだったんですが、ほうほうほう、僕らですね、うんうん、今までですね、うん、リクエストの曲とかを流したことがなくて。そうだね。ちょっと相談して、うん、来週ですね、またね、やりたいと思いますので。そうですね、このだからではバックミュージック的にかけさせてもらってもいいのか、それかもうがっつり流すのかによっても変わってくるし、ぜひですね、キャンディさん、うん、来週もぜひリクエストよろしくお願いいたします。ぜひですね、天然パーマ川柳って言ってもらったら五七五で読みますので。ホマレ君そのまま読んじゃうからね。読んじゃいますね、僕。もう見たことから順番に言っていきますからね、基本的に。咀嚼しないんでね。そう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 、もう最近全部文明を見て読み始めないと、うん、そうだよね。下にそのラジオネームとか書いてるよりも上から順番に読むから、うん、上からもう全部順番に読んじゃって、もう、うん、頭悪い子なんで。すいませんね。ね、ということでですね、はいはい、うん、今週も、うん、いい感じで、うんうん、進んでまいりましたけど、うんうん、来週はまたどうしましょうか。
来週、じゃそんなことよりさ、俺たちももういよいよテンパーの日が迫ってるよ。1ヶ月ぐらい切ってないけど、もう1ヶ月切るから、これ準備しないと。なんだかんだ今年こそはとかって年明けぐらいに言ってたけど、そうや、もう3ヶ月前からちょっとポスターとかやるかとか言ったけど、全くせずまま、もう残り1ヶ月という、なんかさ、もう危機的状況ですよこのさ。忙しい、みんな忙しいよ、忙しい。毎年の流れだよねこれね、うん、なんか半年前とかから10月、うん、6月ぐらいからやろう、ね、10月8日どうする、テンパの日どうする、どうするとか言ってやってるけど、いつもごたごた、やばいやばい、もう違いない、もう違いない、もう1ヶ月前やみたいな、もう1週間前や、どうしようみたいな、ね、決めていかないといけないね。今年はですね5年目に入りますので、うんうんうん、ちょっとですね美容室を貸し切りにして、茶壇の美容室でですね、うん、ちょっと行いたいと思いますので、うん、詳細が決まったらね、ラジオでも、このラジオでもお願いしながら。で今回いただいたやつで、まあ、お名前読んでいいんだったらお名前もつけて、はい、テンパ川柳もその場でも発表しようかな。最終的にはもう書籍か、書籍かいいですね。あ、そうですね、書籍なんかコンビニのね小さい書籍みたいな、うんうんうん、テンパ川柳、テンパ川柳、テンパ川柳って書籍。あ、何これすごい、なんかニッチなところついてるから、うん、すごい 怖そうだけしかつかないっていう、ね、もちろん英語にも変えて、うん、もう海外にも出してますから、アフリカとか遠くは全部翻訳してねそうそうそう、もちろんもちろん、オーイエスとか、オーケーオーケーみたいなね、ナチュラルカーリー、アウサム、ジャンボ、ジャンボみたいなね、アウサムってなるはずよ。あ、そうだねそういうことで、そんな感じで、あの天然パーマーが活動していきます。全世界に広まって、じゃあ俺はワックスを本当は開発したいんだよ。あ、いいよねワックスもね、天然パーマーたちによる天パ会長とか公認ワックス、公認ワックス、天パ協会、いいかもね、うん、癖が落ち着きますみたいなね。ですね。でも僕らはどんどんキャラの癖を出していきます、うん、来週もよろしくお願いしま します。ということで、はい、お楽しみいただいた天然パーマープレゼンツチュルチュルランド、そろそろ別れの時間です。来週またこの時間でお会いしましょう。皆様からのメッセージをどしどしお待ちしておりますよ。今日お届けしたのはアニーとホマレでした。はい、それではまた来週。ありがとうございました。あ、大塚健さん、副会長、協会の品位、品位って何これ。あ、クリアルさん、教会上いいね確かにね、あ、クリアルさんちょっと読めなかった、あ、クリアルさんちょっと遅れたら、また写真撮って、次で写真撮って来週、来週読みます。そうだね。あとキャンディさんも初投稿と初メッセージありがとうございました。ありがとうございました。ユーストリームで聞かれてるのかどうかわからないんですけども、よろしくお願いします。あ、メッセージの方も聞いてるのかな、ユーストじゃないわ、ツイキャスか。いいですね、ストレートがパーマになるクリームどうですか。それ出たらね、爆発的売れると思うけどね。いいね、うん。10月8日美容院で川柳本販売日間に合わないですね。あの手摺りだった。